はい、どうもこんにちは。マミです。とね、今回もマリオカート8デラックスの実況の方をやっていきたいと思います。久々にね、久々ですよ。大丈夫か、滑舌。久々に、金丸で走っていきたいと思います。あれ、こいつね、可愛いからね。フォルムちっちゃくて。うん。可愛い、強いということで。あ、これで走っていきたいと。思います。よいしょ。さあ、木の市。3位と5位がね、どっちも赤持ってるから怖いんだよね。できれば前に行きたい。4位の人はね、赤投げられないはずだから。さあ、これで、1位に出ていこうか。キノコつかめたんで、これでトゲ回避、できれば、したいですね。後ろから赤飛んできそうだけどね。怖いけど。まあ、このキノコはね、結構2位との差がでかいんで、取っておいてもいいんじゃないかなって思います。総力でゴリッゴリにマイク。うん。よーし。オッケー。2位と結構差開いたね。これはいいんじゃないでしょうか。さあ、UMT 貯めて。いいね、イカスミにも対処していくと思ったけど、サンダーか。これコインだろうな、コインだよな。デイジーだよ、デイジー、デイジー、デイジー、今時デイジー。あ、テルサ。テルサ、コインだよな、テルサ、俺のコイン取って。どっちだよ、左か。これは2連赤、ナイス。え？すみません。多分ラグでやりましたね。よし。さあ、1位。緑だけど、後ろ木の位置あったら抜かれるかなと思ったけど、結構差開いてる。爆散しとく。前にした。前投げてしまいました。いや、でも1位取れたんでね、いいんじゃないでしょうか。結構逃げれたね。トゲなかったし、うん。サンダーがあったけど、上がってきたの1人だけだったから。よかった。はい、じゃあね、2レース目は、どこですか、ここは。ミュージックパークですね。ミュージックパーク、やっていきたいと思います。さあ、やっていこう。なるほど、毎回同じ反応してる気がするけど、200cc ですね。さあ、やっていこう。200cc はね、ひたすらとりあえず前に行くゲームなので、まあ、ミスらない程度に、まあ、最短を走っていきたいと思います。200のここって早いのかな？早そうだよな。早そうっていうか、外回ったら遅そうだよ。さあ、これは、ひたすら前行きたいね。これなんか一人下ってんな。ここら辺にバナナ置いていく。トゲ来たね。やべ、これ変なとこで行ける。いやーだよな。さあ、コインを6枚失ってしまったけど、とりあえず3枚は、いよいよ回復できたんだ。だけど、痛い、潰されちゃった。アイテムがない。アイテムがない、アイテム。やばい、パック。いや、もう、それ、絶対噛まれると思った、俺は。もう、コイン0枚で0枚。やば、これ、打開できるか？ちょっと FB、厄介すぎる。さあ、近畿の、もう上がっていくしかない。いや、追いつくか。キラーでもあれば、多少は変わりそうなんだけど。あと、ここでアイテムが取れれば。オッケー、取れた。何が聞こえる？オッケー、キラー。いけ。神。さあ、スターを使っていく。いけ。4か。まあ、5か。まあ。いやー、キラー様々だな。もうちょい後に使えれば、もう少し強かったかもしれないね。うん。はい、じゃあね、ラスト。ラストはね、ネオクッパシティ走っていきたいと思います。頑張りましょう。さあ、ネオクッパもね、結構前子なんでね、前に行きたいところではあるんですが、
ちょっと押されてるね。おお、怖い怖い怖い。オッケーオッケー。ミドさん展開出てくれたらマジででかい。さあ、バナナは避けて、しっかりとね、ここでコインを取りたい。余ったコイン2枚を取っていく。これスナイプ。当てていく。怖い。アップね。待って、いやーん。後ろからかけました。6位で5枚。ちょっと少なめかな、コイン。アイテム取りたかった。アイテム取りたかったけど、ここはね、あんまアイテム使う機会ないんで、あんまり取る必要もないかな、みたいな。いやー、FB。FB 当たるか。怖いな、怖いな、怖いな。いやー、いろいろ怖い。FB 当たっていく。さあ、コイン回収。コインを回収していく。コイン回収して、ちょっと高いのね、長いのね、ちょっと準備しないと。キラーが来てるから、ちょっとアウトに回って。ダメ、マジで。あそこ当たっちゃうのがダメなんだよな。さあ、キラー即使いしていく。ここら辺で解放されるでしょ。ちょっと、このキラーマジ不親切。マジ不親切、このキラー。やばいやばい、あれやばい、お前まだ持ってるんか。捨てないんか、お前。捨てないか、お前。ちょ、怖い怖い、押さないで。さあ、インついて、ちょ、怖いね。あ、もうアイテムなくなった、もう終わったわ、これもう。ちょ、バッカ、危ない。よし。8、なんとか8、なんとか8よ、なんとか8。いけ。オッケー。全部ミドさんが悪い。全部ミドさん悪いわ、もう。きんまり泣いてるべ。はい、じゃあね、今回の動画はここら辺で終わりにしたいと思います。ね、これからもね、なんか、いろんなカスタム、適当なカスタムを使って走っていきたいと思いますんで、気まぐれでね、やっていこうと思いますんで、これからもよろしくお願いしますということで、今回の動画はここら辺で終わりにしたいと思います。でも、なんか、毎回こうなるんだよな。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。